ムーンクエイクは、日本の競争は主な勝ち倉は2018年の k 応杯、スプリングカップ。場名の由来は、ガツシン。月を動かすくらいの躍動を期待して、父な、母なより連想。半姉に、中山品馬ステイクスなど重賞3勝のバウンス射世、半兄に平地と障害で、合計8勝を挙げたホーカーテンペスト、半妹にフラワーカップ、ターコイズステイクス、 オーシャンステークスを制したコントラチェックがいる。2013年4月26日、北海道阿比町のノーザンファームで誕生。一口場主法人、キャロットクラブより総額4000万円で募集された。美穂藤沢和夫9社に入級。3歳2月の新馬戦でデビューし、ビッシュの2着となる。2戦目の未勝利戦で初勝利を挙げたが、 三戦目と四戦目の五百万、下条件戦では、それぞれ四着、二着に敗れた。大外に膨らむなどの悪癖を解消するため、この年の夏に去勢され、千馬となった。去勢明け二戦目の五百万下を勝利すると、次戦で二着となった後に、条件戦を三連勝し、年内に、オープン昇格を果たした。年明け初戦の落葉ステークスでは、 スローペースで折り合いを書いた上に、ババも合わず、5着に敗れる。休み明けの KO 杯スプリングカップで、初めて重賞に挑戦し、直線での激しい追い比べを、頭差で制して1着となった。勝ち時計1分19秒後は2012年に、ミトラが記録した1分19秒6をコンマ1秒、更新するコースレコードで、調教師の藤沢和夫にとっては、 歴代最多の同レース7勝目となった。安田記念は回避し、デビュー以来初のスプリント戦となる、キーンランドカップで復帰するが、ペースに対応できず9着に敗れた。スプリンターズステークスでも追走に苦労し、後方のまま13着に敗れ去る。起乗したクリストフルメールは、距離が忙しかった。直線の長いコースで1400メートルがベストなのでは、とコメントした。 年末の阪神カップでも見せ場なく14着と惨敗した。2019年10月26日のスワンステークスで復帰するもブービーの17着。その後のレースでも制裁を書き、2020年11月22日の下月ステークス16着を最後に JRA の競争場登録を抹消。12月3日に開催されるサラブレットオークションに出品され、 181万円で落札された。以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。